プロコムのお笑いゲーム、ゲーム実況来ましたよ。はい、ということで金曜日担当の地面に対して愛斜め45度です。地面に対してね、来ましたよ。はい、はい、ということで、はい、斜め45度の土屋ジオン隼人です。よろしくお願いします。実況、そして私が、岡トレインヤスです。ご乗車ありがとうございます。走り出します。私が、小作り下池です。よろしくお願いします。コズさん来ましたよ、どうもコズです、今回も、はい、お揃いの T シャツで、はい、そうですね、まとめて撮ってるからさ。いやそうだけどさ、ね、せめて言ってよ、はい、俺だけなんか間違えてる人になっちゃうから、まあ、雰囲気、雰囲気、まあね、次はこれでお願いします。たまたま被ったってだけなんですよ。土屋さん次来てきてください。そうですね、はい、はい、じゃあ今回、はい、やるゲームは、はいはい、岡谷さん仕切りなんですよ、今日ね。そうですね、ドラゴンズドグマオンラインでございます。あら、岡谷さん、はい、気に入っちゃったやっぱ、まさか。実はですね、はいはい、まあ今までみんなでね、もう何回も冒険行きましたけど、行ってますよ。僕だけちょっとそのね、借り物だったんですね。まあすぐあ、はい、なるほどね。そのスタッフさん、アカウントがね、うん、スタッフさんが育てたやつを借りてやってたんですけども、はいはいはい、この度私も、ドラゴンズドグマオンラインダウンロードさせていただきました。ありがとうございます。やっと、なんて言ったって、自らのプレステ3を持参して、持参してね、今日は家の環境じゃダウンロードできなくて、こっちでこれだからコントローラーも、コントローラーも私の、うん、黄ばみすぎじゃね、コントローラーすごいよこれ。なんかこのステッカー貼ってたね、ここ貼ってたね。ステッカーの部分だけ白いんだよ。そうだから、いよいよですね、私も、はい、自分のキャラクターを作って、はい、旅に出ようじゃないかと。まあでもいいと思いますよ。いいよ。ドグマもかれこれね、ダウンロードできるようになってから結構経ってるけど、うん、もう今から始めても初心者の人にも優しいゲームですから。そうそうそう、全然追いつけます。だから今日この動画を見てスタートするもよしってことですね、うん、いやそういうことですよ、うん、でその後巻き戻してまた、はい、俺らの動画を見ると、まあよりね、うん、今から始める方はもうおすすめです。必見。もうそういう回もね、やっていこう。そうだね、一緒に一緒にやっていこう、やっていこう、うん、みんなでやろう、はい、ドラゴンズドグマ面白いから。さあ、うん、じゃあまずね、これはオープニング画面、ね、オープニング画面ですよ。いやかっこいいね、もうね、そうそう、綺麗画面が、うん、しかもこのちゃんとその夜だとこの夜だし、うん、世界で昼になってるとちゃんとこう明るくなってる。ああ、明るくなってる。ちょっと明るくなってる。そうなの。そうだよ、入った時にそのいい昼夜になってる。そうそうそう、俺それ今言われて気づいた。じゃあ早速ゲームスタート。スタート発射いたします。スタート発射いたします。ちゃんとね、要所要所で入れていきましょう。入れていきましょう。俺もうキャラクター大体決まってっから。もう駅員さんみたいな格好したいの。いや、土屋さんみたいなエッチのじゃなくてね、しっかりした制服で。駅員の装備なんだよね。ない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 。新規だね。制作いきましょう。もう何もないのか、最初から作る。まだ何もない。初だもんね。おこれ、おこのストーリーが、あオープニングのムービーだ。ムービーが、これめっちゃ綺麗なんですよ。やっぱりこう見てる人にも、はい、初めて楽しんでいただきたいんで飛ばしましょう、はい、今日は。これはだから見てのお楽しみってことだね。そうだ、これだってさ、これ見ちゃったらね、うん、動画見てる人、ああそう。お母さんも改めて家帰って一人で見て、はい、お母さんも見てないのかまだ。何のために戦ってるかっていうね、これやっぱ胸の傷が各社の証ですから。そうです。はい、じゃあまずは名前から。はい、もちろん、うん、ファーストネーム。そう、ファーストネームとファミリーネーム。そうなんだよね。アルファベットで入れられます。はい、オッケー、オッケー、オッケー、来たよ。まあ、名前はじゃあ岡トレインヤス。あ、そうそう、入った入った入った。次下、おい、岡トレインヤス。性別、性別、性別どっちにすんの。いや、男でしょ、駅員さん。うん、まあ、最近女性の駅員さんもね、増えてきてますから。ああ、いいよ、女性の駅員さんいいよね。じゃあでも、自分だからさ、これ、うん、そうですね、男性でいきます。デザインプリセット。もともとある、まあ、ある程度ここで型決めて、うん、その後微調整、これ身長とかも全部すっげえ細かく決められるから。そうそうそう、あ、そう、そう、全く一緒にしたよね。ある程度形をね、まずここで定めて。あ、全く一緒にする。どういう系にしようとしてんの、見た目を。駅員さん、駅員の見た目っていろいろありすぎるだろ、うん、あ、これです、これはおじさんみたいな。駅員さんっぽい。そう、あー、これ熟練、ね、熟練ね、うん、あー、俺これにしよう。幹部だよ、いいね、ちょっとでもヒゲ生えちゃうの。機関車とかやってそうな。あー、いい、あー、その一言に俺はもう決定だ、この人に。渋めの、渋めの駅員さん、うん、決定。ヒゲとかも後で変えれるでしょ、だって。そう、変えれる、うん、ランダム、これは何。あ、ランダムは違う、やめた方がいい。やるとどんどんいろんな髪型も選べる、うん、で髪のパーツまずいこう。カラー、カラーじゃなくて、カラー、これでいいよ、俺は。機関車さんだから。
いや一応選んでみよう、髪どういうのなのか、カラーじゃなくてパーツパーツ、金髪のやついいじゃん。いやいやいや、ちょっと待って。いいね。ふざけすぎだろよ。よくよく駅員。あ、こいつら適当にやってんな。マジで。ほらいいじゃん。よくねえよ。装備もこのままでいいんじゃないか、もう。ダメだよ。さっきのさっきのあの熟練校の感じだよ。金髪金髪はいいの、金髪。オールバックでしょ。でカラーを白髪にした方がいい。そう、シルバーにして。うん。機関士さんにする。じゃあこれする。うん。この顔の輪郭もほんと細かい、すげえ細かいね。いや、そうなんだ。ほらほらほら、側頭部の幅、あー、こんぐらいかな。めちゃくちゃ変えれるから。額の奥行き、これこだわりすぎるともう切りないからね、これほんと。時間ね、肛門の高さ、わかんないな。そうそうそう、どれか正解とかないんだよ、ね、あー面白い、これこれ要は自分に似せれるってことでしょ。いや、そうそうそう、自分に似せた方がいい？かなりハードだよ、そうか。優しいおじいさんがいいな。で、昔は頑固だった感じ。難しいな、発注が。孫ができて丸くなったみたいな。丸くなって、で、孫が機関車トーマス好きなんだよ。そう、顔で表せられんの、それ、うん、よし、これでいこう。目ね、目ちょっと優しくすればいいのか、そしたら目のパーツいった方がいい、カラーで。お、そう、目力怖いね、怖いね。あれ、ウィンクするの？あ、あれ？あ、いいね、女の人の。ちょっとにやけてるみたいな。でもやっぱこう渋めな、あ、ちょっと優しいね、うん、これいいんじゃない。いいね、いいね、熟練コーナー、ダンディーな左目、目のカラー、カラー両目一緒にした方がいいんじゃない。そうだね、これは黒っぽい方がいいね。あれ黒だ、下の段、下の段。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね。お、これちょっと中のね、中の瞳が大きくなって優しそうだね、目の大きさ。ちょっと、いやでもそう、ちょっと細い方がなんかこの渋めがいいと思うよ、うん、そうだね、うん、あ、優しそうになるし渋い感じ、目の角度、あ、どんどん土屋っぽくなる、ちょっと土屋っぽくなる。逆いけ、俺の将来の顔につくなっていいよ、これは。目の感覚、目の感覚、感覚もいるの？あ、あれ？目が離れるのか。すごい怖い怖い。あ、ダメだな。怖い怖い怖い。やっぱ普通がいいんじゃない？うん、このぐらいが目の高さ。あ、こんぐらいがいいな。あ、そうだね。なんか渋さ増すね。増したね。いいよ、熟練の。目の位置って低い方が渋さ増すんだね。これな、何の高さ？目頭？ん？すげえ、なんかこんな感じ。超優しくなってんじゃん。穏やかな、うん。でもちょっとやっぱ渋めがいいから。面白いな、もうこっからもう面白いじゃんよ。これ面白いんだよ、俺もすげーやったもん。俺最初超時間かかったからね、これ作るまでに。マチルダさん、うん、で、俺も超いっぱいやって、ドレッドのイカチヤスになっちゃった、結局。もう迷っちゃって。そうそうそう、あの、まあ、熟練のおじさんのやつがいいかな。眉毛のパーツね、うん、眉毛ちょっと濃いめで長いとかの、おじいちゃんっぽさもありますね。そうね、村山総理みたいな、うん、村山だっけ、村山総理合ってるよ。これまだ花とかもあるから。花だね。花。ああ、でもこれ、おじいちゃんっぽいのないかな。おじいちゃんっぽい花、うん、わしっぱなみてえな。そうね。やっぱこれかな。なんかこれがしっくりくるな。うん、24番も結構わしっぱなみてえな。こうわしっぱなみてえ。すごいね。上の方はどんなの？上？ 1番、今9番からね。上で、ああ、上もいけんのか。うん、ちっちゃい。あ、でもやっぱあれが一番わしっぱなか。うん、これがこれがしっくりくる、うん、よし、口はこう寡黙なおじさんがいいから、やっぱアヒル口みたいになっちゃう。ちょっとこうなっちゃって。一応そういうのも用意してんの。ああ、よし、じゃこれでいこう。うん、耳もこれでいいな。ちょっとめっちゃでかくしたらできるよ。ちょっとエルフっぽくするみたいなね、うん、種族違いますみたいな。耳の向き、おーおー、おー、エルフ。あ、でもダメ、これじゃあなんかちょっと薄エルフ。ずれちゃったね、ちょっと最初。
メイクはいらない。やばい、これメンテまで残り10分ですよ。メンテって何？今日この後、はい、メンテナンスがあるから。ほらもうそういうのちゃんと言わないとさ、初めての人はそういうの知らないよ。いや10分内だから早めに決まる。途中でなったら。だって待って、これえここですよ、体格。あ、これこれね、超遊びたくなっちゃうんだよ、ここで174。すっげえごつくできてる。自分と同じにする。立ち姿全部マックスとかにするとすごいよね。めちゃくちゃでけえやつになったの。かといって強いわけじゃないんだけど。いや、そうそう、強さは変わんないからね。関係ないから見た目の話で。おー、むきむき、かっこいいじゃん、超強そうじゃん。かっこいいな、おい。いや、めっちゃ筋肉。あ、もう程よくするの。程よくする。これね、マックスするとすごいよ。うわ、ちょっとダメ。違うな、全然。駅員さん、うん、やっぱいい感じの駅員さん感を出してるわけでしょ、うん、あ、いいね、ナチュラルな感じね、うん、頭の大きさ。ちょっともう時間ないから。そうだね。え、なんでこれ時間ない時にこういうの決めなきゃいけないの？大切なやつじゃん。しょうがないんで。しょうがないんで。ちょっとメンテナンスに関してはもうこっちでどうしようもない。首でいらなくない？ちょっと逆三角にする？首でいらない。あ、手は大きい方がいい、駅員さんだから。うん、でかっ。あ、なんか変じゃない？あんまでかい。手信号がね、よく見えるようにね。そうそうそう。腰の位置。腰の位置。足の長さ変わるんだね。もうあんま変えなくなってきてるけど。だって急がないとさ足でかすぎじゃない？ごめん、オッケー。そう、意外と平均取って。あ、声、何声とか駅員さんのやりてえじゃんよ。三角でボイス主張できる。若くねえか、うんうん、ちょっと渋めな声。駅員さんが高い声だよね。ご乗車、ご乗車ありがとうございますあるね。お、ああ、お、若くねえ。若いね。銃も良さげだったけどね、今ね。うん、これかな。なんかおじさんっぽい感じで、うん、ちょっと駅員さんのボイスはなかったから。決定。これあれ決定したらもう帰らんだよ。だってさ、メンテナンスの、だから違う日にしようよ。大丈夫、耳の向きもうちょっとご覧なくて大丈夫。いいいい、耳はこれでいこう。もういっちゃえ。熟練校だから。おーおー、こっけさあ、ここよ、ジョブ最初のファイターっていうのは下池みたいに、もうひたすらオールラウンドに。でもハンターが似合ってるよね、このおじさん。ハンターは今弓矢だよね、まあ、ねプリーストは復活。あ、これもいいね、いいね、いいよ復活。これひげがシールドセージはもう、ああ、俺経験済み。どれがいい？いいね、このおっさん。プリーストいいね。プリーストとハンターが似合ってるね、この人。ハンターにしようかな、じゃあ。ハンターいっちゃう？お、いいんじゃない、弓、うん、ハンター後々すげえ強いよ。お、うん、お、うん、後々よし、ハンター。ファイターよりも全然攻撃与えたりする。俺もちょっとじゃあ変えよう。ダメだよそういうか、下毛家がもうそろそろ変えていいんじゃない。あれ、これ何、これ誰にでもその自分の各社のプロフィール見えるよ。あ、見える、うん、はい、OK、検索されたらね、出てくる、出てくる。さあ、ついに岡トレイン安が。大丈夫おじいちゃん。いや、バカにするんだよ。熟練の、ね、SL 昔走らせてたんだから昔 SL 走らせてて、今は職業がハンターっていう。すごい、なんでその間もなんかあったんだろうね。いろいろあったんだけどね。波乱万丈な。あー、すごい、始まった。こんな戦場にさ、借り出して大丈夫？あのおじいちゃん。大丈夫だよ。うわ、多くだ、多く。うわ、ムキムキよ、多く。超強えじゃん。うわー、これあそこの橋か。さあね、最初のミッションですよ。うん、あ、いきなり行くの？そうよ。そうだよ。すげえな、おい。うわー、やっぱすごいね。でね、これまだやってない人ね、これドラゴンズドグマオンラインは、うん、あのプレイステーション3、4、あとパソコン持ってれば、うん、無料で誰でもダウンロードできますからね。あー、それがねすごいよね、うん、すごい。だからゲームソフトがない、いらないってこと？いらないです、いらないです、ダウンロードです。すげえね。うわわ、すごいよ、ほら。やってる人数も多い方が楽しいから、みんなで始めよう。うん、ドグマ、おお、来たやつよ、そのやつ。改めて見てもすごいね、これね。お、あ、来ちゃった。何これ、キャプテンウォーク。いかちいよ、いかちいよ。すげえな、お前。う
うわ武器がもうすごい、そうだよ、あの武器めちゃんこいるよ、どうすんだよ、俺ついに岡トレインヤス発射いたします、熟練のご注意ください、どこにいるの、うわわわ、嘘、ゴブリンもいるね、いるね、きたー、おじいちゃん、お、あれ SL 乗ってたのどこにしちゃった、嘘嘘嘘、きた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 、よりによっておじいちゃんがこのパラレルワールドに紛れてきちゃうんだよ、もっと若者を、ちょっと待って、これ攻撃の仕方とか俺知らないよ、お、あ、来た、お、はい、そうです、隊長、はい、よし、この匂いを忘れるな、多くの接近は匂いでわかる、いつか鼻がバカになるだろうが、この人は本編でもかなり重要な役割ですから、敵にやられることはない、あれがグリッテントリデだ、グリッテン、あ、グリッテンなんだね、やっぱり、お、先輩、キーポイントとなるね、急げ、ほら、ウォークちゃんが逃げちゃうの、あ、かわいいね、土屋さん全体的にそうね、目線がおかしい、ゲームで恋してる、かわいい子出てきた方がいいでしょ、やばいでしょ、こんなの、でかいしね、うわ、こっちにもいた、似てる似てる、おお、来たよ、レオ隊長もいる、はい、弓を前に、さあ、行くんだ、弓、L1 押してみよう、いいか、各社の偉人には白龍の特別な加護がある、あそこに出てるからね、はい、実力以上の戦いができるはずだ、爆矢構え、思う存分暴れてくれ、砦の守備隊はバネッサをはじめ精鋭揃い、救援要請なんて、こういう風に出るんだ、もしかして初めてかも、ここまで多くに押し込まれることだと、それで三角を押すと膨らし打ち、上からとバン、大きい打ち、さあ急ぐぞ、一回このスタートスタートをしてチュートリアル開こう、で、バツで閉じちゃっていい、うん、ちょいちょいあえてチュートリアル出てくるから、これやり方をね、うん、教えてくれる、そう、お、何、もう見てこ、基本能力、はい、スティックで走り方だね、うん、スティックを押して、まあそういうのは分かるでしょ、あ、これはもうやったことあるからね、まあでも一応初めての人用にね、左スティックを押しながら押し込むとかける、で、バツだけ走る、敵、走れ走れ、あの火の中とか走ると普通に燃えるから、ね、燃えるから、ね、そうそう、ダメージ食らっちゃう、お、来た、ハンターの先鋒、来た、はい、これね、弓構え、あー、なるほどね、ちゃんとこの矢の装置、おお、いいよ、壊して、なんか、おお、撃ってる撃ってる、当たってる、え、ちょっと待って、俺のさっきのいいよ、倒してるよ、さっきの盾のやつより攻撃力高いよ、それはそうだよ、戦いに行くやつだから、え、すでに毎日戦いようじゃないから、ね、でもあれかさ、レベルが違うか、あ、敵のね、じゃあこのちょっと扇打ちやら、フラッシュ打ちやら、うん、次の敵が現れるから、よし、走れ、バタバタしているが動きは悪くない、自信を持って戦え、エルをドルワンをしながら、まあ扇打ちとかね、まあ、さっき使ってたやつ、扇打ちってのはどういう、扇打ち多分横にバッてで、あ、全体に広がる、あ、これはよし、扇打ちだ、近く近く近く、押せ、一回矢を装置にしないといけない、丸出直し、丸押して、あ、なんか今メーター見たけど出たね、あれが真ん中に来てるの出たなきゃダメってこと、俺もハンター使ったことないんだよ、結構難しくないハンター、難しいよハンター、いや面白そうですよ、いいよ、上手くなればかなりいいと思う、よし倒した、フラッシュ打ちだ、今度フラッシュ打ちは三角、多分 L 押しっぱなしので、あの一番濃い青の時に話すんだ、多分こいつムカつく、お尻ペンペンしたぞあんな矢使ってる、 あの丸エリアに矢がこっちから、そうそうそう、いいよいいよ、あんま効かれないんだよ、青い、あ、違う、白でやると弱いんだ、
送信するときにあれでこの青い濃いときに話す、うん、難しいね。すっげえ難しくね、これ何、まあ、慣れるバーね、うん、多分リズムで、まあ、それが普通になるからね。蹴り蹴るんだ、よし、今度 R1 で爆屋構えて、お、合力打ちと連なり打ちとできるよ。連なり打ちは何個か打つのかな。レオ隊長が自然だよね。もうバンバン打ってみた方がいい、いろいろ試した。おお、打ってきてる、打ってきてる。福田さん、戦ってる？ちょっと待って、難しいこれ。レオ隊長がさ、ほら、攻めてる。どうした？突きあらば掴みかかるんだ。おいるよ、奥に。奥。そう、遠くから行った方がいいよ。それがハンターの醍醐味。届くかな、ここから。それは多分届かないと思う。まあ、多分強くなれば距離も伸びるんだろうね。ほら、両隊長戦ってる。よし、ここから頭を。お、当たってる。もうちょい近づいていい。遠すぎじゃねえかな。やられたら嫌じゃん、なんで近づいて。ビビりすぎじゃね。ああ、よし、かませ。いろいろもう扇打ちとかもいろいろやった方がいい。なんで何も動かないの。動かない、出ないあれ、あ、これ装置にしないといけない、矢を装置にしてから技をやるってこと、うん、結構めんどくさいね、これ。あ、もうめんどくさいなっちゃった。あ、また装置にすんだ。あ、あそこにあるじゃん、矢出てんじゃん。あ、なんか今15になったでしょ。15本打てんだね。それがなくなったらまた装置にしなきゃいけない。そういうことね。あれ見なきゃいけないんだ。そう、いいよ、扇打ち打ってるよ今で。通常矢って書いてあるじゃん、あれも変わるってこと、装備によって。そう、そうじゃない。あー、ここで変えられるんだ。爆発の矢とかにできると思う。なるほどね。今持ってない。面白いじゃん、ハンター。ハンターいいよ。だこの職業を変えると違うゲームみたいになる、ね、いやもう全然違うゲームになる ね。いや面白い。ハンター初ハンターだけど、うん。戦場の方向が聞こえるか。あ、まる2回押すんだって、装置するのに。おそらくなるほどね。敵味方が青いところですぐ止まる。さあ、やっちゃって。あ、タンタンって押すこと。タンタンね。むず。でも超面白い。まあ、まだこれ初っ端だから。ええ、うわ、出てくんの。いや、来るでしょう。よし、あれ、うわ、来たぞ。いっぱいいるよ。おい、多く。おい、やれ。怖すぎでしょ、これ。この多くってやつが攻めてきてんの。そう。どっから、どっちが攻めてんだ、これ。いや、もう多くたちでしょ。これだってグリッテントリデが今取られちゃってます。あ、そうさあ、すべて倒してる。すべての多くどもを切り倒せ。運によってくるね。あなたつ、許さないから。離れろ。次から次へと来るぞ。東打ちだ。体力に気をつけろ。もうちょい手前に。一人で全部倒してしまえ。遠慮は無用だ。手前にサークルやったら目線で変えられんのか。やばい、来た来た来た、危ない危ない。あいつたまにあれ投げてくっかんじゃん、あの剣みたいなやつ。やばいやばい。あ、赤い時に装填できる、うん、これね。あー、来た。あ、ミス、まあ、ミス。あ、そういうことか。あ、でも装填されたよ。いいぞ、その調子だ。ミスでもな、できるんだ。やっぱあの青い時にやると攻撃力が高いとか。あ、そういうこと、うん。ちょっと俺ハンターやってみようかな、これ。もええかって面白そうだな、これ。なんだよ、お前、真似すんねん。レベル超上げよう、それ。ダメだよ。いるよね、そうやつ。よし、爆屋構え、今弓構えやってるから。 R1 で爆屋構えになるから、うん、それだとまた違う。合力打ちとかだとすげえ気を引き締めろ。合力打ちやってよ。いくよ、これが合力打ち。あ、でも、でも弓が入ってないよ、今ゼロだよ。ミス、ミス。これむずいね。で、三角。
前のドラゴンズドグマは装填とかなかったよね。おお、たまった。か細かくなってるんだね。敵は残り少ないぞ、押せ。むずいね。おお、強い強い。500いくよ。いいよ。でやっぱ頭当てた方が強いと思う。これ距離も近い方が強いの、離れたら弱くなるのかな。もう少しだよ。おお、800。おお、2発で倒したよ。いいよ。でも今遠い時黄色い線が出てて、近くだったら赤になった、うん。あ、じゃあ変わるのかね。変わるっぽいよね。近い方がバーンって。そうそうそう、うん、でもその間にでもあれを溜めないといけないから。そうだね。あ、いるよ、ゴブリンいるよ。追い風に乗れ。いや、面白いねこれ。見て、なんかあの赤いの出てる時は外れてるのが当たるよ。あ、蹴りで倒す。何やってんだ、何やってんだ。近寄られたら蹴りか。装填しないと。おぉ、ミス。ミス、まだ慣れてないね。うまく装填できないね。何やってる、何やってる。じゃあ難しいんだよ、なんか撃たないの。おい、撃たした。でも、もうまとめているときはもう扇打ちとかで。そうだね。雑魚系はフラッシュ打ちやら扇打ちで倒すのでしょう。よし、あ、奥にいる、また奥にいるわ。おお、もうバンバン打っていいんじゃない。バンバン来た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 来ると蹴りいいね。あ、そういうことか。あれ、なんかしっ、目線が変わった。あれあれあれ、よし、蹴りで倒した。蹴りで倒した。なんで蹴りなんだよ。おじいちゃん蹴り強えな。オンファンタの戦法、これ見てもいいんじゃない。弓による攻撃では通常の矢とは別に爆矢による射撃も行うこと。R2、うん、そうだよ、あれ爆矢構え。爆矢も無限にあんの。なるほどね。あ、これか。あ、なるほどね。え、分かった分かった。あ、撃つ矢変えれんの。ちょこちょこ連なり。本当だ、爆矢火ついてる。これ技も、技も弓変え、変えれるってこと。変えれる、変えれる。おお、ほら、火ついてるやつ、ついてるやつ。よーし、よーし、よし、よーし、倒した。爆屋左側にいるぞ。お、嘘。おー、爆屋はね、刺さんないと多分。そうだね。おーしゃ、やった。おーい、やべ、爆矢打ち好きだわ、俺だ、合力打ちも爆矢にできるってことでしょ。合力打ちで火つくってこと。まだまだ合力が貫通したやつ。合力打ちは合力打ちになるんじゃない。どうしたの。いや、これハンターいいな。ハンターいいね、面白そうだね。なんかほんと違うゲームだね。友人は白龍の加護もここまで。あとは自分の力が強くなり、メンテナンスは？さっきの力を掴み取るしかない。もう始まってるはずだけど、俺は大丈夫なの。ロボット画面とかになったら、もしかしたら次読み込みになった時に、うん、画面戻っちゃうかもしれない。いや、これはついに岡安も、いや、ハンター多分慣れたら面白いと思うね。今まだちょっと難しいけど、そうそうそう、うん、上手い人めっちゃ上手いだろうね。上手い人上手い。いやー、当たり、もう、そ、あと矢のさ、打つ位置とかも多分、うん、いや、そうそう、地形でね、狙って職人的な感じでめっちゃ攻撃力与えたりするからね、うん、チャンネル登録してね。いいねボタンも押してね。風邪ひくなよ。ツイッターもフォローしてね。バイバイ。はい、はい、じゃあこれちょっと個人的に強くして、ちょっとハンター慣れして、はい、そうですね、うん、で、もうみんなと一緒にまた見してよ、ハンターの強さ。そうだ、ねうん、冒険しぼげさんも変えてもいいんじゃないですか。じゃあウォーリアちょっと育ててる。あ、そうなんだ。実は、うん、まだ20ぐらいだから、あ、ちょっと焦んないだろ。お、じゃあちょっと、はい、やってみましょう。はい、はい、ということでね、もうあなたもぜひとも始めてくださいね、はい、ドラゴンズも。あ、だから今度いつかみんな一緒に行くとかやってみれば。あ、そういうのもね、楽しそうですよ、ね、はい、あ、できるか。はい、もう無料でダウンロードできるんで、よかったらやってみてください。ということで、以上、ホリプロコンのお笑いゲーム実況でした。また見てね。よし、修行行こう。修行早め。レッツドラゴンズドグマ。何する？今日から今作った GM コイン。